絶好調に。おはようございます。昨日はなっちゃん、神田塾の、日畑夏美選手の試合のセコンドに行って、まあセコンドに行ってって言ってももうほとんどたっちゃんに、任す、もうたっちゃんが全部やってくれたので、まあ何も、いやもう理想かな、もう行ったらもうたっちゃんがバンテージも巻いてくれちゃったし、やっぱこういう理想の形がまあまあ、楽ね、楽に、でなっちゃんもしっかり、勝って、ね、また一つ経験を積んだので、いやもう勝てる試合を確実に勝つっていうこのね、やっぱ難しさっていうか、でもしっかりちゃんと勝てる試合を勝ってくれたので、はい、良かったと思います。でまあ帰りに久しぶりにあの春ラーメンってね、田川の最強の男が作ってるラーメンがあるんですけど、久しぶりにそれをまた食べて美味しかったですね。そんな感じで昨日も、ふわふわっと充実した一日でした。あ、ひとりさんの言霊、ひとりさんの言霆だ、先に今日のひとりさんの言霆は、人の心に明かりを灯すと自分の心に明かりが灯る。愛がないと人間って生きられないね。人間にとって一番嬉しいこと、そして楽しいこと、それは人の喜んだ顔を見ることです。人の喜んだ顔を見ると自分の心もパッと花が咲いたように明るくなります。誰の心の中も愛の花でいっぱいにしたいよね。はい、そう、素晴らしいね、人が喜んでる顔を見るとやっぱ自分のが幸せな気分になれるので、今日もね、公民館に来るお姉様方に、かなり年配のお姉様方に光を灯しそうかと思います。今日はね、忍笛をまた披露するんでね、よし、じゃあ今日は清しこの夜だ。朝なんでちょっと手がかじかんでました。ここでやっぱりいつもこれをでも、自信持って吹かないとね。はい、そんな感じでね、昨日は、そうね、最近本当思うのは、なんか 10年ももう超えて、なんかいろんな現場でなんか昔初心に帰るっていうような感じが起きてて、まあ生徒たちがマイナスな言葉をもう連発してね、ベンチ内が暗くなるんですよね。で昔やったらそういうことは言わん方がいいとか、なんかいろんなことを言ったんやけど、昔と違うのはそのマイナスなことを言いながら、で俺がそういうことは言わん方がいいよ、プラスなね言霊出そうとかなんかこう言うと、すごい反発して俺のことを嫌っ
ったりしてたんですよね。でも今の子たちってなんか俺がプラスな言葉言ったりなんたりしてこうそのなんかねこう俺がプラスな言葉言ってるのにすごいマイナスな言葉を言ってるからじゃあ俺のことを嫌ってるのかっていうとすごいあのいい関係なんですよ。なんかすごい俺のことはあの尊重してくれて林さん林さんって言ってくれるんです。昔となんかやっぱこう似たようなことは起きるけどうちの同じことは起きないというねこの原理原則が、うん、まあだから最終的には俺が一番機嫌をよくしとくっていうのがこれがもうやっぱ一番なんかなとかは思います。はい。で俺のその機嫌をよくした波動をみんなに、見てもらうと、みんなに分け与えるとそうなんかなみたいなもうねもううんうんうん、もうこうした方がいいよとかいうことを言わんでももういい時代になってきたんかなと、みんなそれぞれのもうあのねあの世で描いてきた人生をこういう人生を送りますっていう書いてきた人生をこうもう見守ってやるだけでもう今の時代いいのかなと、はい、な感じです。そう昨日はなっちゃん勝ててよかったね。はい、ほほははほほははイエーイザイザイエーイ大丈夫大丈夫かよ大丈夫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 なんとかなる大丈夫かよなんとかなる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 ついてる大丈夫かよついてる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 高評価ボタンチャンネル登録体に話しメンタルに話栄養の話笑う話小説いっぱい見てください笑おうにえじゃあ今日もふわふわっと笑顔でいきましょう。ついてる笑顔で